はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の円の直線の方程式丸1をお送りします。で、前回まで共有点ずっとやってきたんですが、ここから接線ですね。で、今回は3問で、上2問がまあ独立である、2問が同じような問題で、ここ独立ですね。ちょっと違うタイプの問題という感じになってますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、まず上の2問なんですけど、その円があるんだよね。で、この P が円状の点にある、つまり円の上にあると。で、一応あるかないかのチェックの仕方としては、この X 座標 Y 座標代入すればいいね。で、四四十六プラスサザン学で25になるからさ、成り立ってるからちゃんと上に乗ってると。で、そこにおける接線の方程式を求めようと。ここ公式です。で、今回覚えてほしい公式ね、これがね。で、どういう状態かっていうと、まず円があるじゃないですか。で、4の3、まあ、原点中心なので、だいたいこの辺、ちょっと適当にごめんね。まあ、4の3がこの辺にあると。で、そこにおける接線なので、あ、ちょっと曲がってごめん。まあ、こんな感じ。つまり、これが接点になってるの。ここが。いいね。で、接点と円の方程式が揃えば、公式で一瞬で接線出せます。それを覚えてほしい。今回ね。接点と円ね。これは揃えばいい。で、どうやるかっていうと、使うのは、この4、この3、この25の数字です。で、まず、接点が4の3なので、4x プラス 3y となります。もうこれ公式として覚えちゃうといいね。4の3なんで 4x プラス 3y。で、イコール25を使ってるんで、そのまま同じ25。これで終了なんです。接線は。すごく簡単でしょ？公式としてはね。で、これ答え方なんだけど、ほとんど、まあ、y イコールにしなさいっていう先生はほとんどいないと思うんだけど、たまにですね、こう25をちゃんと左辺に持ってこないとダメだよっていう。つまり ax プラす by プラす c イコール0の形しなきゃダメという先生がたまにいるので、もしそういう先生、みんなのね、学校の先生がそうであれば、そこっちに合わせてください。俺は個人的にこれでも別に丸やと思ってるので、あんま気にしないんですけど、ちょっとそこはね、うまく合わせて。で、次も同じような感じで、円があると。で、これ接点ね。まあ一応代入してもちゃんと成り立つから、接点だと。で、同じように公式を使うと、マイナス2の4。だから、マイナス 2x プラス 4y イコール20なんで、20と。で、これに関しては2で割ることができるので、まあ、2で割るだけ、マイナス2で割るだけ、どっちでもいいと思うんですけど、ひとまず2で割るか。マイナス x プラス 2y イコール10と。で、さっきも言ったように、もし10をね、左辺に持ってこなきゃダメだよっていう場合は、そっちに持ってきてください。まあ、マイナスで処理して、全部符号を変えてもいいと思うんですが、まあ、こんな感じで。これが公式なんで、覚えておきましょう。で、次ですね。で、3番に関しては、もうよく出てくる。すごい有名な問題なんだけど、ちょっとレベル高めです。上からすればね。上と比べるとね。で、この問題は、まず、点 A3 の1を通ると。通って、で、円 x2 乗プラス y2 乗イコール2に接する直線の方程式。つまり、これ、接線出せって言ってるんだけど、この接線がこれを通るんです、今。で、それプラス接点の座標を求めようというのを出されてると。問題としてはね。だから、接線と接点両方出します。今回は。で、これ、もし接点がなくって、ただ単にこう接線だけを出しなさいと言われたとしても、接点をまず置いてください。で、どう置くか。まあ、文字は自由なんだけど、最初にね、今回 x1、y1 でいこうかな、じゃあ。接点ね、を x1、y1 とすると置くんです、自分で。いい？で、なぜかっていうと、上でやったように、接線求めるためには、接点と円が必要なの。公式使うにはね。で、今、円は出てる。でしょ？でも接点がないんで、まず接点出しに行きます。で、今回、これ接点じゃん。
で、さっきもあそこに書いたけど、接点っていうのは円の上に乗ってるでしょ。円の上に乗ってるので、この座標、ここに代入して OK です。上にあるから。だから、まず代入してしまって、x1 の2乗、y1 の2乗、イコール2と、まあ1って書いておこうか。これまず1つ目ね。で、次に、まだ接点ね、数字はわからないんだけど、今置いたじゃんか。だから、接点が分かっていて、一応円も方程式があると。上と同じ状態ね。だから、上と同じように公式を使うと、x1x、ここが4の3で4だったから 4x でしょ。今回 x1 だから x1x です。で、プラス、y1y。ね。で、イコール2です。上と同じ公式使っただけね。こことここ使ってる。で、これが接線じゃん。まだ、ね、答え出てないけど。で、これが今3の1を通るのね。で、これが3の1を通るので、3の1を x と y に代入して OK でしょ。通るからさ。だから、3x1 プラス y1 イコール2と、これが成り立つ。で、うまく1番2番ね、2つ式が作れたので、これで連立方程式解きます。で、解いていくと、1と2より、これは下の式を y1 イコールに直して第2法使うのが一番いいね。だから x1 の2乗で、カッコ直すと、プラス2の2乗イコール2かな。もう1行ギリ入るかな。で、これ整理すると、10x1 の2乗マイナス 12x1 で、こっちの2もね、左辺に持ってくるとプラス2イコール0となります。ギリ入ってるかな、大丈夫ね。で、これまず2で割るか、全体をね。ちょっとここに行くよ。2で割ると、 5x1 の2乗マイナス 6x1 プラス1イコール0と。で、これ因数分解するんだけど、これたすきがけいけそうだね。 5x1 と x1 にしてマイナス1マイナス1か。で、こうなる。で、こうね、ね、出てきたから x1 がわかると。 x1 は5分の1、こっちね、5分の1と1。ってことで2つ分かったと。だから、まずね、俺場合分けではないけど、2つ分けて答えを書いていきます。で、まず、x1 イコール5分の1からいこうか。で、それね、x1 が出たので、y1 も出しちゃいます。で、x1 5分の1なので、こっち使いたいとこなんだけど、前も言ったように、2乗の方じゃなくて、こっち、1次式の方を使います。出すときはね、必ずこっちで言ってもチェックが必要になっちゃうんで。で、x1 のとこに5分の1を入れると5分の3。右辺に持ってくると、2-5 分の3だから5分の7か。こうなるよね。で、これのときに、まず一つ目の答え。接線の方程式は、これが接線です。だから、そこの x1、y1 を戻してあげればいい。で、そうすると、5分の 1x プラス5分の 7y イコール2になるんですけど、これまあ5を切った方がいいね。全体に5をかけた方がいい。だから、x プラス 7y で右辺にも5をかけるから10か。これが接線の方程式になります。で、ここの答え方も上と同じで、これ左辺に持ってこいよと言われたら持ってきてあげて。俺ちょっとこれで書いちゃうけど。で、あと接点の座標はもう x1y はもろだからね、その数字を入れればいいので、5分の1 5分の7。こっちはね、絶対5切っちゃダメだからね。まずこれが1個目の答えです。一応線引いとこうか。で、もう1個は x1 が1の時だから1で、 y1 はさっきと同じように出すと1で3でしょ。持ってくれば y1 はマイナス1と。で、この時に、ここに代入すればいいから、これはね、分数にならないからそのままでいいか。x-y イコール2。これが接線の方程式。で、座標はそのまま使えばいいから、1の -1 と。
この2つを書いて丸となります。いいかな。なのでさっきねこれ公式やりましたけど、接点と円のね方程式が必要になります。接点出すときは。だからもしここに接点の座標を出せというのがなかったとしても、接点を置いてこう攻めていくっていう感じでぜひ解いてみてください。では今回は高校数学数2の円の接線の方程式丸1をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でこのタイトルもちょっと続く予定なので、次回ね丸2の方ももしよかったら見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。